ちそうさま。やっほー、これでドライケルス広場も制覇だね。ささ、次行くよ、ユーシス。あまりせかすんじゃない。というかこれ以上まだ食べるのか。もちのろんだよ。僕の目標は帝都グルメ全制覇なんだからさ。しかし一体その体のどこにそれだけの食べ物が。にしし、なんたって成長期だからね。成長しているというならもう少し落ち着いたらどうですか。あーちゃん、リンたちも。にしても落ち着きか。そのためにはあーちゃんがもっと積極的にお姉ちゃんって呼んでくれないと。そうすれば僕もより大人に近づけると思うんだよね。論点はそこではないかと。ごまかさないでください。ぷー、あーちゃんのいけず。
さてと。王城か。陛下や皇妃殿下もさぞ気に病まれているだろうな。姫様も女学院では気丈にされていましたが。とっとと王子たちを探し出しゃいいだけだろ。はい、私も力を尽くします。マーテル公園、帝都市民の憩いの場ですね。俺もたまに昼寝に来たりするな。って、この演奏は。綺麗な音色ですね。どうやら早速見つけられたみたいだな。のどかな場所だよな。学生時代の実習ではいろいろあったが。私と姫様が門若されたりも、今となっては懐かしいくらいですけど。前々から思っていましたが、エリゼさん結構タフですよね。でも僕も同じ気持ちかな。ここまでアンサンブルが綺麗にはまることもめったにないからね。待たせたね。みんな元気そうで何よりだよ。演奏の方はどうだった？改めてリーンたちの率直な感想が聞きたいんだけど。それはよかった。
気のせいか。兄様、どうかしましたか？いや、なんでもない。蹴られている気配はないな。なら、さっきのは一体。兄様、何かあったんでしょうか？帝都歌劇場、クロチルダさんがオペラ歌手を務めていた場所か。実はこの間、改めて公演の依頼があってね。いろいろ落ち着いたら、みんなを招待したいな。せいぜい楽しみにしておくぜ。プレゼントしてよ。お前には10年早いだろう。オッケー、10年後ね。約束だよ。まったく本当に微笑ましい限りですね。
皆さん、お待ちしておりました。アルフィン殿下。姫様、どうしてこちらに？はあ、それはこちらのセリフでもあるのだけど、お兄様たちのためにエリゼにまで危険な役目を負わせることになるなんて。その、姫様に相談もせずに行動してしまってすみません。ええ、本当に水臭いんだから。でもありがとう、エリゼ。力になってくれて本当に嬉しいわ。姫様。それはともあれ、レーグニッツ代表閣下からお話を伺い、私も同席させていただくことにしました。他ならぬ兄夫妻が巻き込まれてしまった事件、この機会にぜひ皆さんと情報交換させてください。もちろんです。こちらこそお願いします。
別に構いません。私のことをいつも気遣ってくださってありがとうございます。